吉田智、発展動画チャンネルの吉田智です。ここは町田市立の同じ球場です。夏の甲子園大会の西東京大会地区予選、今日が順延の結果2日目となっております。地元の町田高校対都立の豊谷高校の戦いです。先攻は豊谷高校です。今町田高校のナインが守備に散りました。今選手の紹介が行われておりますが、この後方のスコアボードのところには名前がまだこの1回戦レベルでは入らないようでして、名前がないままこの番号のみが登録されています。なおスピードガンの計測も昨日の試合を見ておきますと計測されないという状況があります。この後先頭バッターがバッターボックスに入ります。ちょうど午前10時が試合開始です。投球練習が行われております。今豊谷高校の応援が円陣を組んでいるところです。で、掛け声のもとにいよいよ最初の選手がバッターボックスに入ってくると思われます。今日は非常に天候も読めまして強い日差しになっております。今ちょうどこの瞬間は風が吹いてきましたが、この非常に暑いこの天候の中での試合になると思います。町田高校は大勢の皆さんが応援に来ております。ブラスバンドの皆さん、チアリーディングの皆さん、そして応援の皆さん、この控えの選手の皆さん、そして OB の皆さん方など家族の皆さんなど多数が集めかけてまして、前方はもう満員です。今最初のバッ